こんにちは、マニコです。ご視聴ありがとうございます。今日はルノルマンとタロットで片思い限定の恋愛についてリーディングをしていきます。よろしくお願いいたします。ルノルマンカード17番のコウノトリから始まって、順番にルノルマンカードが象徴する意味をテーマに占いをしてきてるんですけれども、今回は9回目になりますね。前回がハート恋愛総合っていう形でやったんですけれども、今回は片思い限定の恋愛ということで、恋愛はね2回に分けてリーディングしていきます。総合のね方もご覧いただけたら嬉しいです。選択肢なんですけれども、今日はねそれぞれのデッキのハートを出しています。1番さんがこちらのデッキでリーディングを行います。2番さんがこちら、3番がこちらです。いつものように前半ルノルマンで後半タロットから追加のメッセージという感じでリーディングします。ではお一つお選びください。決まりになりましたでしょうか。では1番からリーディングします。では1番さんの現状をルノルマンで見ていきます。今回ね片思い限定っていうことにしてるんですけれども、一番最初に指輪が出ててね、これなんか関係が進展するようなね、もういきなり恋が実っちゃう感じのカードが出てきてるんですよ。片思いのリーディングでこんなに嬉しいことないかなっていうぐらいのね、びっくりですよね。でね、恋進展しますけど、ゆっくり時間をかけて育んでいくっていう感じにね、取れるんですね、このカードからね。で、船ですね。もしかしたらね、遠距離の可能性。山はね、障害とか目標とか表すんですけど、これね、この2つでこの障害みたいなものはね、乗り越えられる暗示なんですけれども、もしかしたら、まあ、遠距離の可能性もね、考えられますね。関係進展するけど、ゆっくりである。その理由が遠距離と。そんな感じにも見えますね。で、鳥ですね。鳥、これ遠距離でまめにメールとかでね、まあ今はメールあんま使わないかな、何かオンライン上でねやり取りしたりして、まあ関係をね育んでいくと、そんな風にも見えますね。でね、宿女、これあなた自身かもしれないですけど、なんかね、この生産性みたいなね、お魚とね合わさると、特に人とねしてみる場合は、まあ金銭的に豊かとか資産運用とかね、まあそんな感じなのでね、あなたの才能の一端を示してる可能性もありますね。でこっちのね山の方と組み合わせると、向上心とかね、そんな感じですかね。あなたはだから向上心が強くてね、いろいろとねお勉強なさって、いろいろと利益を生むと、そんな感じにもね見えますけれども、経営者の場合はね人を使うのがうまいとかね、そんな感じにもね、まあ見えるんですけど、今回は恋愛なのでね、それはちょっと置いといて、まあ恋愛、もしねご結婚とかね、そういうことになってくると、お子さんを示唆するようなねカードなんですよ、この2つともね。でまあお子さんがね生まれるかどうかっていうのはね、カードではね占えないかなと思うんですけど、そういうね、希望があると。まあお望みの場合は相手もお望みと。そういう感じにとっていいのかなと思いますね。でコウノトリはねお引越しも意味するんですけど、まあ、家のカードはないんでね、ただ船があるから遠方に移動する可能性を考えると、こ
この遠距離をね、最終的にあなたがそちらへ移るか、もしくはお相手がこちらへ移るかして、距離をね、今まであった距離を縮めることができるのかなと、そのような感じがしますね。何きっかけでこれがね、いきなり片思いがうまくいくのかね、ちょっとわかんないんですけど、ここ気になりますよね。今現在片思いなんでね。だからそう、この急展開についてね、何が起こったのか少しねカードにね聞いてみたいと思います。どこが何っていう風にね決めて引いていないんですけれども、まずねこれ大アルカナの太陽ですね。これもまんま願望成就じゃないですけど、恋が実る、幸せいっぱいみたいなね、そういうカードなんでね、これ何がきっかけでそうなるかっていうことじゃなくて、まあ完成形みたいな形でね出してきてるんですよね。なのでね、この2つですね、この2つが何がきっかけかっていうことをね指してると思うんですけれども、これね色のトーンからお察しだと思うんですけど、これソードの9番ソードの5番でね、本来結構ネガなカードなんですよ。この恋がねうまくいったきっかけがねここにね出てるとして、でもこれだけだとちょっとね、どうなのかなっていうんで、空気を読んだタロットがこれを出してきた、そんな感じでね、ちょっとね解釈したんですけれどもね、まあこれの状態であることは間違いないと思うんですよね。ただしその過程っていうのが、これね後味の悪い勝利のソードの5番なんですよ。でこれが、それについてちょっとねやっぱり後悔の念じゃないですけどね、後味が悪かったもので、それについてちょっとね苦しんでるのかな少し、まあなんかねこの状況を考えると、もしかしたらお相手の方、パートナーがいらっしゃったのをそれを奪い取る形、略奪する形になったんですかね。あなたが何かねわざと仕掛けたとかね、そういうことじゃないかもしれないんですけど、結果的にそうなったとかね、でまあ勝利は勝利だけど後味が悪いっていうね、そういうことなのかなと思うんですよね。もしねそのわざとね何か仕掛けたっていうんだったら後味悪くなってないと思うんですよね。こんな風にね心を痛めたりとかね。だけど太陽がね出てるってことは、あなたはそう思うかもしれないけど、あなたが介入しなくてもいずれそうなったんじゃないかっていうね、そんな感じのメッセージとね受け取れるかなと思うんですよ。まあまさに空気を読んで出てきたと、先回りしてね、そんな感じですね。だからねまあちょっとね、もしね仲のいいご友人関係だったりするとね、かなりきついかなと思うんですよ。だけどそれはあなたのせいともね言い難い、そんな感じにね太陽がね言ってると思っていただけたらいいかなと思いますね。だから何かねこれについてもね、その何がきっかけで急接近するかっていうのは出てないですけど、その状況をね考えると、もしかしたら、その件についてご相談をね受けてたとか、相談を受けて何かアドバイスする立場だったのに恋愛になってしまったとかね、そういうこともねあるかもしれないですね。別れ話の間に入っていたとかね、まあ、もしくは全然ね知らない人のねお相手だと思ってたら、相談をねお友達から相談されてたこと、があったんだけど、まさかそのお相手だと知らずに恋をしたとかね、そういうことも考えられるかもしれないんですけどね。まあそれはわからないですけど、何かねそういう近場の人間関係の中でのことだったりすると、そうさっきねルノルマンでね遠方の可能性がね出てた気がするんですけど、
そういうオンライン上でのね SNS とかの共通のお知り合いだったりすると、なかなかそういうね裏で何が起こってたかとかねちょっと見えなかったりするんでね、隠された部分とかね、もしかしたらそういうことなのかなっていうふうにね思うんですよね。だからね、まあそれはねやっぱりあなたがね何か仕掛けたわけじゃないんだったら、あまりご自分を責めなくてもいいんじゃないかなと思いますね。とにかく幸せにおなりみたいなね、タロットはそう言ってますね。まあ、ちょっとねこれでもね具体的に何をしろっていう感じでもないのでね、まあ状況がね変わるに身を任せるしかねないのかなとそのように思いますね。はい、あんまり参考にならなかったら申し訳ないですけれどもね、とりあえずあまり自分を責めないようにと、そのような感じでメッセージが来ています。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。では2番の方、現状をルノルマンで見ていきます。21、22、23、24、25、なんか連番が出てますね。それはあんまり関係ないんですけど、まずねこの魚と怒り、これお相手の方ですかね、お相手との関係かな、生産性のある間柄っていうんですかね、何かそう、それが安定したものになる、今現在片思いっていうことなのでね、そういう前提のね今回はリーディングなので、片思いということでね、まだ恋には発展してないご関係、もしかしたらお相手の方がねそれほどあなたのことをねご存じない可能性もねまああるのでね、その状況によるのでねちょっとね何とも言い難いんですけれども、もしね恋に発展するとしたらとてもねそのいい関係になるんじゃないかと、そんなことを言われてる気がしますね。何か二択ですかね。このお相手の方以外にももう一人の存在を示してるのかな。ネズミさん略奪みたいな感じ、理想のお相手、希望とか願望ですかね。で山は障害、この方と別に新たな出会いがある可能性で、その2人の間で揺れる可能性ですかね。これとこれで求婚、プロポーズされるみたいなねことを表すことがあるみたいなんですよね。何か障害となるもの、ネズミさんですかね。なんかね恋に発展したらいいような感じはするんですけれども、それってでお気持ちのことはね表してないので、もしかしたら状況っていうか条件っていうか条件的に見合ったお相手、お互いになんだけど、あんまりねあなたの方はちょっと気持ちがあるのかなと思うんですけど、お相手の方はねあなたの存在を認識してるのかどうかもわからないですけど、今のところねそういう感じじゃないっぽいんですよ。でねなんかこうお近づきになるようなきっかけもねないのかな。なのでこのまま続けるべきかみたいなね、そんなところに新しいお相手、何かでお知り合いになるのかね、誰かの紹介なのかわからないですけど、ちょっとねこちらの出会いはね結婚に結びつくんじゃないかみたいな期待感がね持てるんですよね。あの隣が指輪なのでね、条件的に申し分ないお相手、相手がその気がありそうなお相手、その間で
揺れてる、そんな感じ。まあ今現在そうじゃなかったとしたら、この先ちょっとね、近い将来、現在と言っていい状況な感じの近い将来でそういうことがね、起こる可能性もあるのかなと。まあ同じお相手だとすると、このネズミの扱いが変わるんですけど、まあ同じくあなたが思いを寄せてるお相手のことを思っている人、そういう人がかっさらおうとしているとか、その人の方が近しい関係で間に立ちふさがるとかね、そんな風に見た場合、そう、この何かきっかけでこの障害が取り除かれればいい関係になれそうみたいなね、そういう見方もできるんですけど、なんとなくここはね、やっぱり、道が出てるのでね、別のお相手の出現をね、考えられそうかなっていうね、気がしますね。どうですかね、ご自身の状況と、そう、そのお相手、片思いのお相手とのね、現在の関係にもね、よってね、変わってくると思うんですよね。もう本当にね、仲良しでただ思いを伝えてないだけ、そういう関係だったらね、いくらでもね、まだこれからね、チャンスがありそうな感じがしますけども、山、まあ、取り付く島がないっていう感じに見ると、ちょっとね、その辺にね、このこれが立ちはだかってるっていう風にね、見た方がしっくりくるんですよね。なので可能性のある相手の方に行った方がいいのかっていうね、今回はそんな風に見えますね。なのでタロットの方にはね、このお相手二択みたいな形でちょっとね、 やる感じでね、タロット引いてみたいんですけれども、この人かこの人かっていうところですね。あなたとの関係、これからのね、発展がある方どっちなのか知りたいのでね、タロットの方にはそれぞれのね、お相手とのことを聞いてみたいと思います。左からこちらですね。これが今思いを寄せているお相手、ソードの2ですね。で、こちらが新しく出会いがあるかもしれないお相手、騎士のカードですね。それがダイアルカナのフール、愚者ですね。で、こちらはあなたのお気持ちみたいな感じで引いたんですけど、ソードの6番が出てますね。まずソードの2、現在のお相手って言っていいのかな、片思い、思いを寄せてるお相手ですね。この人、なんかね、関係を深めるためにはちょっとね、時間がかかるっていうか、ゆっくりね、物事を進める必要がありそうな感じがするんですね。ソードの2っていうと、迷いとか決めきれないこととかね、そんなこともね、示すカードなんでね。で、目隠ししてるんですけど、ウェイト・スミス版だと。このね、カード、デッキだと、目をつぶって胸の前でね、腕をクロスさせて、その先にソードを持っているっていうね、感じなんですけれども、外界のシャットアウトをして外からの情報を入れないで自分と向き合ってる感じのね、イメージっていうか、そんな感じがする絵なんですけれども、今じっくり考えているそんな感じなんですよね。だからまあ複数の選択肢で迷うっていうね、そういうことも考えられるんですよ、このカードの意味として。なので、そのルノルマンで出てきた道ですね、それともね、ちょっとかかってくるっていうかね。でも恋愛でね、見るとそんなに悪いカードではないんですよね。別に悪いカードではないっていうことは、そうなんですよ。だから相手がどうこうっていうことではなくて、ただその今はあんまりこうね、進展するような状態ではなくて、お互いのね、状況もあるでしょうけれども、お相手があなたのことをどう思ってるかっていうことも含めてね、ちょっとまだそれは未知数であると
で、あなたもそのようなお相手に対してこれからどう接していくのかとかね、どう関係を詰めていくのかっていうことをね、考えている段階なので、まだ具体的な行動にも出てないようだね。そんな感じもしますね。うん、まああとは二択で迷ってるとかね、そんな感じですね。まあぼんやりしちゃってますけど、それに対して新しい出会いのね、可能性のあるお相手なんですよ。このフールですね。ダイヤルからのフールそのものがね、新しい出会いをね暗示するようなカードなんですよ。でこれね、その新しい出会いのお相手との関係っていう風にね考えると、お相手の方がなんかちょっと自由な感じなのかな。そのルノルマンで見た今現在思いを寄せてるお相手っていうのは、もしお互いにね恋をするような仲に発展した場合は、うん、生産性のあるっていうかね、安定感がある関係になる可能性、そういう関係になる可能性、つまり結婚みたいな感じで考えていいと思うんですけれども、そういうところがねあったんですけれども、この新しいお相手っていうのは、うん、ある意味逆で、ただ楽しい感じがするんですよね。型にはまらない感じっていうんですかね、自由な感じっていうんですかね。だからまあ世間体を気にしないならこっちっていう、そういうふうにも取れますね。実際にどういう感じなのか、あまりにも極端にチャラ男みたいなのだったらね、ちょっとどうかなと思いますけど、うん、なんか条件よりも単純にこの人なんだろうっていうね、ちょっとその面白さっていうかね、そういうところのイメージですかね。うん、まあそんな風にタロットからはね、この2人の違いをね出してきてますけれども、それに対してあなたのお気持ちですね。ソードの6ってこれ新天地へっていうねカードなんですよ。これですね、うん、これもね、なんか新しい出会い、恋愛については新しい出会いをね示唆するんですよ。うん、まあこれね、ちょっと今いる場所を後にしてね、旅立っていく様子から駆け落ちなんていうね、そういうこともね連想できるんですよね。だから条件の整ったお相手、まあ恋にはまだ発展はしてないですけれども、うん、なんかね、多分人柄も申し分ないのかもしれないですけどね、 なんかいろいろいい相手、それに対してこちらにかけるべきか、うん、そういう感じの迷いだけど、そっちの新しい方にねなんか行くようなね感じにも見えますよね。新天地行くカードなのでね、なんかね、ネズミさんもいたし山もあったんでね、そういうちょっとね、進展がなくて苦しいようなね状況よりも、新しい方との関係にかけたい、そういう気持ちもねあるのかもしれないですね。うん、でもね、なんかでも良さそうな感じがしますよね。タロットからはちょっとね、何にしてもねいいようなね感じのカードが出てるんでね、まあダイアルカナの方がメッセージ性は強いと思いますけれども、そうちょっとねこの辺のねことを、うん、現実のお相手をちょっと観察してね、考えていただけたらと思います。まあ、カードの通りになるとはね絶対言い切れないんでね、何よりもご自身の目でね確かめていただくのが確実だと思いますのでね、はい、では以上になります。ご視聴ありがとうございました。では3番の方の現状をルノルマンで見ていきます。ここの3枚がねネガな感じなんですよね。そう、横軸で見ていくと、まあ遠距離とかですかね、で理想のお相手っていう感じ、とっても理想的なお相手または関係で、うん、なんかね結婚を示唆するような指輪ですね。それとまあ豊かさのお魚なのでね、結婚する場合は特に、
経済的にもね満足のいくお相手、そんな感じですよね。まあ、結婚を意識しているとかそういう感じで見た方がいいのかな。で横に行くんで、これはね暗雲が立ち込めてて何かを断ち切る、これもちょっとトラブルみたいな暗示はねあるんですけれども、縦に見ていくと旅先の恋で、そこから発展していくけど何か隠れた問題があって、そのお相手ですね、隠れた問題はここで断ち切るのかな。願望かなって安定した関係で、これね安定した関係、なんか精神よりも肉体みたいな感じのね恋愛でするとそんな感じもするんですよね。だからこう見た場合、あなたがお望みなのはねどっちなのかっていう感じですよね。ご結婚のような安定した関係なのか、大人のね関係として楽しむ恋、そういうことなのかっていうことですよね。今現在のその片思いのお相手がこれだとすると、まあ理想的な方だと思うんですよ。だけどこの雲を見るとその理想と現実の落差がありそうなね感じがねしてしまうんでね、もしね今現在なのか少し前なのか、ご自身でねお付き合いしてる人がいて、新たにちょっとね気になった人が現れたからここを断ち切る、その今現在っていうかちょっと前っていうか、そのお付き合いしていた人の、ご結婚されてたのかな、またはそれに近い関係だけど別の人が現れて、その人とは結ばれるっていうより、そういう大人の関係の割り切った関係お望みなのかな。なんかちょっとね難しいんですけど、まあ逆なのかな。そう、このような関係を願ってるけどそこにはまってしまう可能性、今の状況だと。もし今現在ご結婚されてて、それでね既婚者だからちょっと好きな人できちゃったけど行動に移せない、まあまたはね結婚はできないけどっていうことなのかな。そういうふうにも見れるんですよね。だからあなたの状況がねどういう状況かによってねちょっとね、見方変わるんですけれども、もしねそういう何もねしがらみも何にもない状態だとしても、理想の相手だと思った相手に何かちょっとね問題抱えてる可能性あるので、そうするとお相手の方に何かね、まあ付き合ってる方とか、場合によってはご結婚されてるとか、それに近い関係の方がいる、そういう可能性もね考えられますね。そことの関係を切ってもらわないと次にねまず、いけないっていうふうに考えると、そこがね問題だと。だからといって気持ちが通じたり状況が整う前にね、あんまりそういう関係にならない方がね、一旦そこに落ち込んじゃうとなかなかね次に脱出するのが大変な気がするんですよね。ここが何しろ一番最後に出てるんでね、だからちょっとねそこだけ気をつけていただきたいような気がするんですよね。あなたの方の問題なのかお相手の方の問題なのかはわからないですけど、まあでもね魅力的な方なのはね確かなんだろうなっていう感じはしますね。このね恋を成就させるためにねちょっとまだね問題がありそうなのでね、それについてちょっとタロットにね聞いてみたいですね。どういうふうに聞こうかな。今現在
お相手の置かれてる状況とあなたが置かれてる状況と、その2人の恋をね実らせるためのアドバイス、そんな感じでタロットを引いてみたいと思います。では左からお相手の状況ワンドの7、ご自身の状況カップの7、2人の関係をね発展させるためのアドバイスが大アルカナの悪魔が出ています。これねご自身の方はね、真ん中ですね、カップの7、これね、ちょっとねいろいろ迷ったりしてるカードなんですけれども、夢見心地っていうかね、いろいろ夢を見ててね、こう行動しないんだけどあれこれ妄想を膨らませて楽しんでるみたいなね、そういうところがあるカードなんですね。これ恋愛で例えると、まあちょっとそういう悲恋のようなねものをねこう楽しんでる部分があるのかな。まあ今のその片思いのお相手ですね、ちょっとうまくいかないところも含めてその状況を楽しんでいる、そんな感じがしますかね。あとねこれに込められた意味として、ちょっとさっきあの理想の相手だけど雲が出ててね、雲がやっぱりちょっと引っかかっててね、その隠された面っていうかね、あなたが理想としてねお相手を見てるけれども、現実問題その理想の通りなのかなっていうね、そういう感じを意味してたと思うんですよ。でそれもねこのカードから似たようなことを言われててね、ちょっと理想化してるのかなっていうね、そういう感じもしなくもないんですよね。ただそのお相手との関係に何を求めてるかっていうことはねちょっとわからないので、ご結婚に発展するようなねそういう安定した関係を望んでいらっしゃるのか、その場限りの恋をね望んでいらっしゃるのか、そういうことでもまた変わると思うんですよ。でお相手の方ですよね、ワンドの7なんで、もしかしたらね片思いっていうテーマでやってますけど、お相手からも結構アプローチを受けてるとかね、そういう感じだったりしますかね。それに素直にスンと乗っかれないのはやはり何かお付き合いしてる、またはそれに近い関係、または既婚とかね、そういうまあどっちがとは言えないですけどね、既婚者にそういうふうに猛烈にアプローチされてもちょっとね、素直にいけなかったりしますしね。であなた自身がご結婚されてたり、そういうお相手がいたとしてもそうですよね。でそこの迷いですよね。何にしてもあなたがとっても魅力的なんでしょうね。まあお相手の方も素敵な方だとしてもですね、あなたがやっぱりそういう魅力があるからなんでしょうけれども、ちょっとね向こうはね情熱のワンドなんでね、ゴリゴリ来てるのかなっていうね、そこに揺らぐ気持ちみたいな、そういうことで始まってるんですかね、ここが。だとしたら安定した関係を望まれてたっていうよりも、相手からのこの猛烈なアプローチにちょっとグラッと来てる可能性もねありますよね。でこれですよ、誘惑のね悪魔、まあ、これなんか結構分かっちゃいるけどやめられないみたいなね、悪いことだと思っててもついついみたいなね、体に良くないなと思いながらポテチ食べたりとかね、まあそういう感覚もねあるんですよね。そう、誘惑にねちょっと打ち勝ってほしいみたいなアドバイスとも取れますけれども、そう、まあ悪い習慣っていう風に考えるとね、もう不倫的なねそんな感じにやっぱりはまり込むとなかなかね抜け出せないのでね、そこ注意しろよって言われてる気がするんですね。そのさっきのルノルマンだと無知に当たりますかね。そんな感じで言われてるのかなっていう気がします。だからねその一時のことで今持っているものをねちょっと失ったりしてもねちょっとね困るんでね、
何がご自身でね大切なのか今迷われてると思うんですよ。ぜひねしっかりそこ考えてね、考えて考えて何が本当に大事なのか。そうですね、でこの相手がそういうね不誠実な間ではないんだったら関係をね深めるっていうのもねありだと思うんですけれども、うん、カードがこういう風に出てきてるっていうことは少なからず何かご自身で感じ取っていること、それをね今一度検討してみてはどうかっていう提案のようなね感じがするんですね。何よりもねこのカードの意見っていうよりもあなたの心を映し出してこういう面もねちょっと検討してみるよっていうことだって捉えていただくと、この部分をですねじっくりと現実のお相手を見て考えていただくと、観察して結論を出していただくと、それがいいんじゃないかと思いますね。だからねこれちょっとねこの、うん、皆さんがね同じ状況とはね考えられないんでね、あまりにもねなんか違うかなと思ったらぜひね他の選択肢にね移っていただきたいかなと思うんですけれどもね、ちょっと極端な感じに出てしまったんでね、でなんかねちょっとまあここまでぴったりいかなくてもなんとなくね思うところがあるなって思っていただけたらぜひねここのねアドバイスをちょっとね一度考えていただけたらと思います。まあこういうカードのねリーディングってっていうのはねどんなに長くても3ヶ月って言われてますけど、このチャンネルのねリーディングカードでの占いは期間特に設定してないものに関してはね1ヶ月ぐらいかなっていう風に考えながらねいつもやってるんで、まあ、そのぐらいの間ねちょっと様子を見て何かね進展があったりとかねご自身で行動をね起こしたとかねそういうことがあったらまたね、別の動画を見ていただくとか、他にもねタロットとかルノルマンの動画ね上げてらっしゃる方たくさんいらっしゃるので、そういうところを見てねまたね何かね考えるきっかけをねもらっていただけたらとそのように思います。では以上になります。ご視聴ありがとうございました。